はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエモンスターズ3、覇王城の魔界上級ですね。4つの結界を解いたんで、覇王城乗り込んでいきたいと思います。さあかかってこい。ディオロス戦か。サタンメイルを引き連れてんな。さあどうする。ギガクロスブレイク使ってみる。ドランゴ一回バイシオンかけて、ゴールデンゴーレムはどうすか。ジゴスパークリッカーで、ゴッドライダーもバイシオンかけて、これで火力で殴っていこう。ギガクロスブレイク、え、弱くね。先行山だっていくつだったの。え、あ、凍てつく波動使ってくるんかい。ただのジゴスパーク強っ。うちもジゴスパーク超効くんだけど。魔法カンタってことはよ、とりあえずゴッドライダーだけベホマンズにかけて、あと殴ってりゃいいや。火力高っ。ヒットポイント自体もめちゃくちゃ高いからね。800とかあるし。ジゴスパークは魔法カンタ関係ないか。フバーハてかサタンメール勝てえな。まだ生きてるか。本当はオキベホマズンできればいいんだけど、まあいいや。マジックパーク結構あるし。あーダメだ、早いな。第一山とかこの霧系強いんだけど、剣の前弱っ。凍てつく波動何も起こらない、アホすぎる。攻撃力400とか当たってるし、レベルめっちゃ高いからね。じゃあ中へ進んでいきましょう。おお、それなりに表現されてんな。奥にいるの誰あれ。あ、デュラハーンか。普通はもう仲間をしてたはずだからね。王の墓守、ここってどうなった。あの仲間にしやすくなるシステムってランディオール倒せば仲間になるのかな。仲間になるっていうか仲間にしやすくなるのかな。わからん。火力で押し切っていけそうな気もするけどね、こんだけのパラメーターあれば。ようこそ魔界の頂点に君臨する古今無双の帝王。我が術の全てをその目に焼き付けるがよい。ランディオル大帝、やることは一緒だな。とりあえず一回バイシオンかけておこう。凍てつく波動はもうここら辺になってくると使ってくる可能性が高いんだけど、まあ一応一回バフはかけておくか。キラーマジンガさんよろしくお願いします。攻撃が多分一番強い。300、まあ400近いな。一応一回スクルト、いやー、凍てつく波動。あ、そうだよな。黒く輝く炎。げっ。それなりに食らうな。だったらもうアイテムのさ、バイキルミンで、あげればよくないか。ちょっとゴッドライダーは、あれ、こっちの命令じゃなくて作戦か。作戦でもう命大事にして、命だ。あとよろしくで。行こう。凍てつく波動よりは早いはず。爆裂剣、おお、いくつ当たったのか分かんない。600から150だったとして600は絶対当たってんな。暗黒山、
ってランディオル大帝って別に L サイズとかではなさそうだな。なんかバーストが発動したんだけど理由がわからん。ジゴデイン、あ、マジクパーがなくなってきたな。第一弾700からのスーパー爆裂剣、蒼天魔山、これバースト解除される。お、バースト解除された、ひどい。しかしバイキルミンはいっぱいある。おお、今度はゴールデンゴーレムがバーストしだした。もうエルフの飲み薬があるからマジンギル、ちょっと待って、マジックパーなくなったらもうぶっちゃけエルフの飲み薬で一気に回復すれば大丈夫だからね。おい待て、あ、なんだ、なんで攻撃するんだって思ったら、やつはなんでヒットポイント分かってるんだ。8万から10万、究極進化の秘宝、さあ最後の戦いだ。お前の全身全霊を我が魂に叩きつけてみせよ。いきなり魔法カンタ、第二形態ありか。まあレベルが上がってるから、まあ、ぶっちゃけ全回復してるんで、またバイキルミンで押していこう。これを、まあ、通るね、全然通る、むちゃくちゃ通る。179、もはやもう179が弱いからな。殴りが一番、ちょ、ゴールデンゴーレムすんげえ攻撃力高いんだけど、なんか変なの使ってガッ。いやー、なるほど、めっちゃデバフかけてくんな。ここは確実にゴッドライダーベホマズンだな。で一応先手取られると困るから、世界中の種族一回使っとこう。多少回復する。ギガスラッシュで300、あ、早い、はデバフかかってっかんな。魔人斬りなんで使うのよ。ベホマズンも別に全開ってわけじゃないからね、そもそも。ちょっとゴッドライターもう一回、もう完全回復役の、完全回復役のなんかないの？ダウニン、なんとなく効くの？ミス、そりゃ効かんよ。まっ、望ましいおったけび、アビスハンド、これが強いんだっけ。300、400弱くらう、400くらうか。会心700で、そろそろ回復だな。エルフの飲み薬、まあ、それなりにいっぱいある。ゴッドライダーで、ゴッドライダーはもう絶対ベホマズン。390、グランドクロス正直使わなくていいんだけど、たまに2回行動になるっていうさ、利点はあるんだけどさ、マジックパワーに見合ってないからな。で、バイキュートかけるか、やっぱり。これを、シャイニングボウ、強いの？わからん、もはや、強いんだか。蒼天魔山はまあまあまあ、また変なの使ってきた。ベネローマ、猛毒、猛毒がいくつ減るか。で基本もう遅れてるからな、オキベホマズンで、あ、で、オッケーでしょ。げ、全然オキベホマズンになんねえね。まあいいや、全開したってことで。
黒く輝く炎。あ、めっちゃ食らう。毒100、結構食らうなドラゴン。天に登れランディオル大帝。13万。え、なんでなんで13万じゃないの。切り捨てられてんだけど。というわけで一旦ボスを倒して、でまだまあ続くは続くんで、恒例によって、先へ進んでいきますか。とりあえず目的地のところへ。僕はついに見つけたのさ、最後のエスターク、ビエンドゥーラを。精霊樹の森へはこれで行けるだろう。虹のトラベライト。というわけでここが精霊樹の森か。マックスだね、モンスターランク的なやつが。精霊樹の森、ここにビエンドゥーラがいるのですね。ここには支配者がいなさそうだな。倒した魔物もすぐ仲間になりそうだ。なんでわかんだよ。心眼たぬき、こいつ仲間できんの。とりあえず減らしたいは減らしたいけど、倒してもなーって感じだから、倍シオンかけてのジゴスパークの倍シオン、これ一回様子を見よう。255、結構でけえな心眼たぬき。でかい個体だったのか。攻撃超弱え。さあこれでスカウトどこまで行くか。今だ。あー67、全然行くな。心眼たぬきゲット、ランク A、レベルは60、めちゃくちゃ高い。スキルポイント124持ってんじゃん。ちょっと詳細見てみよう。ジゴスパック、ギガスラッシュ、風雷棒、結構いいな風雷棒も。てか生息モンスター少な。あと仲間にしてないのフェイスボールだけだ。ランクは B。 A ランクで仲間にできるのって心眼たぬきくらいしかいないな。素早さめっちゃ速いな。ちょっと奥に行く前に小さなメダル50枚でメタルキングと交換しましょう。でまあレベルは10なので、ちょっとレベル上げしてゴールデンスライム作りますか。ではいよいよゴールデンスライムを作りますか。ゴールデンゴーレムとメタルキングで、スキルがね多分だいぶ贅沢品になってるんだよね。どうしよう。守護神、身代わりは欲しいっちゃ欲しいんだよな。いやでもガーディアンの方がいいかな。スクルトあるしね、身代わりもあるし、守備力40もあるし。ちょっとガーディアンと攻撃力アップ4はさすがにいらないよな。ゴールデンゴーレム結構攻撃力アップ鍛えてたんだけど。であとは超回復入れとこう。で攻撃用にグランドブレスかフレアかイオナズン煉獄火炎までしかないから、王道、まあ、ジゴスパークがあるのか。いやせっかくだからグランドブレスにしとこう。これでいきます。
ゴールデンスライム完成で、あと作れるのが二軸クジャク、これ4体配合。ゴッドブレス、絶対レード、光の波動って何？こいつも攻撃力アップあるんだよな。神秘、ベホマゼンザオリクあるか。神秘、こいつもじゃあ回復ができるキャラにして、殴るかって言われたらちょっとわかんねえな。ゴッドブレスで絶対レードか。あー、ベホマラーはだってあるしな。暴風はいい、攻撃力アップ3のゴッドブレス、これでいきます。二次クジャクで、新しくゴルスラと二次クジャクが入って、ちょっとまあパーティー的にはこんなもんでいいかな。あんまりもう進めすぎるとマジキリがないからね。いつまで経っても先に進まないから、ちょっとメンツ的にはこれでいきます。ちなみに魔剣レオパルドは卵から手に入れました。というわけで、ゴールデンスライムと二次クジャクレベル60まで上げました。まあ、これでイベントのところ突っ込んでいきましょう。へえ、こいつが最後のエスターク、ビエンドゥーラか。どうやらお目覚めのようだね。エスターク・ジュマ、あ、こいつ足生えてねえじゃん。生えてないっていう表現がいいのか分かんないけど。で、ゴールデンスライムどうしようかな。一回スクルトをかけておこう。キラーマジンガーはカブト割りとかどうなの。まあ、爆裂剣がね強いのかどうかよく分かんないんだよな。なのでお任せしよう。で、ベリアルは多分イオグランで打ってくれるでしょ。二軸クジャクもお任せして、バイキルミンをキラーマジンガー、あ、ちょっと待って、作戦でゴールデンスライムはちょっと一回命大事にしよう。よし、いけ。ほっ、爆裂剣、まあ、200いかないくらいが4発。サブブレス弱。暗黒さん1とか。やばい、二軸クジャクが死ぬ。これちょっとゴールデンスライム身代わり戦法やってみよう。で、回復は特上薬草でちょっと回復。これを、第一弾600、プレスがちょっと火力不足で、あ、でもデバフを入れた。逆風、え、逆風ってプレス感謝かだよね。バギムジョン全部痛い、死ぬ、むしろ死ぬ。特上薬草ででも回復して、いや、これは身代わりでいこう。そのために作ったんだゴールデンスライム。殴って、まあ200か、別に殴っても普通だな。呪文は大丈夫。よし、暗黒さん、これはさすがだ。このうちにちょっとヒットポイント立て直そう。ちょっとケチって特約そう。身代わりってマジックパワー10か、全然大丈夫だな。倍になって10か。これはだって、これバギームーチョはなんでマジックに使うんだよ。
ブレイクかかってるからダメージ食らったんだな。クレツ。ははは。あ、凍てつく波動。凍てつく波動も全部身代わりしてくれた。じゃあ、スクールとかないんだよな、多分。ブレス攻撃軽減ってわけでもないしな。なんか持ってくんのありだな。バインキルとか切れてんだか切れてないんだかって、これどうやって見ればいいんだ。モンスター詳細、キラマジンが攻撃力プラス2になってる。あ、大丈夫だ。バインキルとはかかってる。特典スライムが1回ペフォマズにしてみよう。先手は取れるな。あ、そっか、ベホマズも倍使うんだ。てか、魔人斬りマジやめてほしいんだけど。シルバースパークゴーこれこそ身代わりを使うべきだった。でキラー魔人かは、もう爆裂にしよう。あ、切れてんな。で、世界中の雫を一回使う。ほっ、爆裂が下がってるはず。まあまあまあ下がってるよね。1暗黒弾機関。おお、マジックパワーを回復してくれた。で、爆裂バイキルミンは使おう。これを二軸弱にバイキルミンかけてもいいな。ちなみにこれブレス反射ってずっと反射されるまで残ってるのかな。倒した。経験値すごっ。まだまだレベル上がるな。彼の魂はある場所に向かうはずだ。僕らもそこへ案内してもらう。行かせぬぞ。また僕の邪魔をするのか。人の話を返せぬ愚か者が、ここより先は通すわけにいかぬ。次元竜ネグル、やることは変わらん。身代わりやって、で、道具はこのスカラを買ってきた。一回ゴールスラにかけよう。あとお任せ。フバーハとかも入れとくのもありかな。ジゴスパーク、いたやばい。ドラゴン斬り560、絶対レード220。ドルマドン、ドルマドンの方が強いのか。で、呪文なんとかなんないかな。これブレスだもんな、言うて。ちょっとバイキルトでキラーマジンか。でゴルスラは相変わらずの、え、大防御って1回の戦闘に1回しか使えないんだ。知らなかった。身代わりして、二軸弱のベホイムで回復に持ってこう。これをもう一回使うとちょっとやばいけど、強っ。魔法トーン、え、なんだあ、そうか、4回あれか、食らうからか。呪文が暴走した。
でも魔法トーン全部こいつが一心に引き受けてくれてよかったな。でそっからバイキルミンをクジャクにかけてどうだろう、攻撃してくれるか。機関ジゴスパークだけだな。でもクジャクの方が遅いんだよな。ジゴスパークを2連続でかけられるとちょっときつい。てかゴールデンスライム見なかった。これ結構やばくないか。先手取りたいよな。あ、ベホイムの方が早かった。魔法トーン半分くらい食らう。え、強い。キラーマジンがマジ強い。でこのままでいいか。殴って300、こいつ殴って1000だからね。無駄。だって実際にジゴスパーク全員食らったらさ、結構危機的状況に陥ると思うんだけど。ああ、ま、マジンガのバイキルミンが切れている。これは重要。ジゴスパーク、ピオラで上げとくか、素早さ。そうすれば安心して先手打ってベホイムがかけられるから安心にはなる。持ってるかな、そもそもピオラ。ないないよね。知ってました。なんかインテとか賢さで下げらんないかな、その耐性を。呪文の耐性を下げるっていうかダメージを下げらんないかな。光の波動、あ、光の波動ってオート光の波動か。結局封じられてるけどね。よし、これは大丈夫。煉獄界みんな食らったらいくつ食らうんだろう。ドルマドン暴走484。経験値たくさん。最悪の女神イシュカの目覚めだ。いよいよ大詰めだ。祝宴を始めよう。イシュカ、まあ、とりあえずやることは変わらず身代わりして。スカラーがどうなんだろうな、意味あるのかちょっとよくわかんねえわ。バイキルミンをかけて、これを攻撃重視でいこう。爆裂拳、まあまあまあ、ビッグバン、食らうの。これって毒じゃなかったっけ。オッケーオッケーオッケー。殴って170、まあ500くらい通るか。イオが、じゃあ特薬草で回復しての身代わり、あとはお任せ。ほっ、もう先方は同じ。ああ、一手つく波動。あ、これも受けてくれんだっけ。グランドクロス、あ、身代わりも解けんの。
ってことは身代わりをしてキラーマジンが攻撃いいでしょう。二軸弱ベホマズじゃないか。二軸弱そんなにマジックパワー多いわけじゃないの、まあ、少なくもないけど多くもない。ベホマズの消費マジックパワーが結構半端ないから機関光の息あ、食らうんだ。食らうやつ2つ持ってくと結構やばいよな。ゴールデンスライムが倒れるまでにどこまでダメージを持っていけるか。ザバ痛い。いてつく波動、いてつく波動が最後だ。マジン切りやめろって。さっきドラゴン切りがめちゃくちゃ通ったからな、よかったけど。今回これだっていうのがない。まあヨグランデが500通るけど、それくらい。絶対レードとかちょっとベホマズ用にマジックパワーを取っておきたいから手動にしよう。うーわ寝るんか。回収700、寝るんですかい。ちょっと待って、それはね予想外。特上で爆裂剣のグランデの光の波動だな。あれない。あ、そうか覚えてないんだ。ザメハ、なぜかザメハ覚えている。これは400くらいか。起きろビッグバン。300とかこれもどくるか。おっ、ジェイミスだ。危ねえ。というかマジックパーがなくなってきたな。で身代わりはかけておく。で爆裂剣で安定してダメージを与えて、二軸弱は80ってもう1回しか使えない。これでどこまで回復する。いてつく波動先に使われるともう最悪なんだよな。グランドクロス、でしまった。さっきエルフの飲み薬使っておけばよかったな。でじゃあゴールスレッカーペフォーマンス160も使うのかよ。倍になってるから。エグランだと何発、一発しか打てない。二軸弱はもうベホマラだな。先にベホマラ打ってほしかったな。あ、そっか、それはないか。アイテムは先手だから。これしびれる。よし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 。でビッグバンがどんだけ食らうか。一応分かんなかった。暴走した600。じゃあこっからちょっと体勢立て直しの身代わりで、ベリアルがもうないから、二軸弱はベホマズンでとりあえずヒットポイントで、エルフ使うか。これはザバ、ザバ食らうんだっけ。40、爆裂剣はまあまあまあコスパいいな。でベホマズンサイでのもう一回回復したいな。ただまあゴルスラはこのまま身代わりやって爆裂
ツイオグランデ、二軸尺を一回ベホイムかけるか自分に。エッグランドクラスは結構持ってかれるからやばい。 CBD には大丈夫です。一回バイキルトをかけておきたいけどちょっと余裕が。ああ倒した。どんどん上がってくな。季節のフルート、これで季節が進められますね。何度使ってもなくなりません。これさ、もっと早くくれよって感じだけど。これが僕たちの最後の戦いとなるだろう。ずっと一緒にいたかったよ。覚めて見ぬ夢。なんか突然スタンドを召喚しだしたな。一回お任せするかこいつらは。何が効くかちょっと分かんないからな。攻撃力を上げておいて、ヒットポイント1000超えてるし、魔法トーンよし。危ねえ。絶対レードが通るか通らないか。通る。しかも死んだ。ザオリク、まあまあまあイオは通るな。ではヒットポイントを回復させないといけないんで、これをヒットポイントも限界来てるからね。ただこれ以上上げられないんだよな。あとはもう耐性を上げるしかないか。てか耐性上げるって言ってもブレイク持ってたら100光の波動、あれ光の波動は別にって感じだもんね。まあ、死ぬことがあるっていうのは意識しておかないといけない。そうなった時には二軸弱が蘇らせてくれる。二軸弱回復 SP つけてよかったな。先行山700と会心食らってるし、ザオリク蘇れ壁を。魔人斬りはやめてくれ。特上薬草ないんですけども4つしか。爆裂剣でいくか。これを。あ、しまった。普通に行動しちゃった。ギガクロスブレイク。誰がいくつかやったんだかわからん。命中率減少。身代わりのベホマツンか。でマジックパワーをちょこちょこ回復しよう。賢者の聖水で。ほっ。蒼天魔能が400。あ、光の波動からの閃光弾。あ、死んだ。ちょっとベホマズン使っちゃってるかな。世界中の破敵なのがないんだよな全然。で、あ、そっか、世界中の葉を使うから。二軸尺はもうマジでベホマズンだな。これを150で読み替える。あ、自分がベホマズン使った。置きベホマズンになってくれればいいんだけど。魔法トーン、これ食らったら最悪だな。
最悪なんだけど。呪文封じ。ちょっと待って、一回ゴルスラは身代わりかけて、こいつも封じられてるか。万能薬で解除しよう。ほっ。で、シャイニングボール、これはまあまあまあ全然いいや。いてつく波動でさ、まあほとんど溶けてくんないかな。ただ二軸弱は大丈夫だな。エルフで回復させて身代わりやって、ベホマラ、ベホマツンは使えないもんね。これをシャイニングボールやってくれると助かるんだよ。魔人斬り300。ガーめちゃくちゃ食らうんだけど、危ない。魔法トーン意外にうざいな。で、作戦で二軸弱は命大事にしよう。ちょっとこれでいこう。ほっ。自分でホマラーやって、魔人斬りはマジでやめてほしい。ドルマドン誰？聞くけど、まあまあまあ軽傷で済んだな。さて、身代わりも若干厳しくなってきたな。これ何がいいんだ。装填まずはそれなりに当たったよな。爆裂剣だな、安定ので。こいつはもう使えない。これいいか。死ぬ時のことを考えて二次弱はオートにしておこう。パペオパトに先に入って、閃光山が当たって、また例によってマジックパワーもないから、アモール、世界樹、世界樹かな。対して回復しないけど、まあしょうがない。甘い気じゃない。これを、まあ気休め程度だよな。マホトーン、よし、全受けしてくれた。で、絶対レードは死ぬんだよ。よみがえれ400。1ターンでちょっともう500くらいしかダメージが入らない。ちょっとまずいよな。道具がな、1個しか使えないからな。エルフを使いたいは使いたいのよ。ほっ。ただ回復もさせたいけど、ベホマズンが先に入ってくれるか。まあ、最悪死んでもいいけどね。死んで蘇る。実質ダメージゼロだから。で、マジックパワーはこれで回復して、爆裂剣やって、てか魔法トーンってこれ解けないの？自動で。賢者の生成、あ、全然ダメだ。一回これをゴールデンスライム回復させよう。光の波動、オート光の波動。で、ベホマツンで、よし、立て直した。ギラグレードはどうなんだっけ。何食ら、何食らないのか。ギラグレード超食らうんだけど。
あいつが呪文封じ食らうのはしょうがない。よし、ドルマドン火力はだいぶ上がったな。からの世界樹で蘇らせて、あとよろしく。ほっ、絶対レード休み、マジですかい。ドルマドン、さっきよりダメージは通るようになってんな。でちょっとまたケチってマジックパイ回復するか。これを賢者の聖水で。いい鉄火波動からのギラグレイド、危ねえ、ギリギリ残った。よくなんで倒した、強かったよ君は。ん、こっから何すればいいんだ、もう一回入れんのこう。エルフの理想郷、なんかいるんだけど、スライムがいる。こいつはなんだ、でかっ。普通に戦おうか。エルスライム、え、これ仲間にできるってこと。あ、スカウトねえや。え、こいつだともうモンスターとひたすら戦っていくってこと。あとはちょ、お任せ。絶対レード、ゼロ、ギラ食らうのは食らうな。80、攻撃80くらいか。ヒットポイントいくつあるんだこいつら。煉獄界押していこう。デフォマンズって回復が追いつかない。スクールと捉えてきたし、A を立て上手、最悪。あ、倒した、取り巻きは倒した。絶対レード、どうしよう、ちょっとバイキッドかけるか。はっ、刃砕き開始、地獄でイン。あ、やば、あ、倒した。あ、これ倒してどうすんの。2万経験値大して多くない。メタルキング買ってた方がいいな。金5円。え、マジで意味不明なんだけど、まあ、とりあえず奥にモンスターがいるよっていう感じか。一回出てまた入れば遠いし、いる。今度ハサミクワガタみたいなやつがいんな。まああとモンスター鍛えて、まあここでちょっと強めのモンスターがまだ残ってるよっていう感じか。なのでそうですね、ドラクエモンスターズ3、一旦ここで終了したいと思います。まあ一応ちょっと総評的な感じでいくと、まあ、モンスターシリーズなんでね、めちゃくちゃ面白かった。多分結構な時間数はいってると思うんで、いや、それはガチでやってる人たちに比べれば全然だけど、まあ、クリアまで40時間弱っていうところか、は、まあ、やった感じですね。
で、まあ、感じたところとしては、まあ、モンスターを作って強くしていくのはもうこれはもうめちゃくちゃハマりますね。であとまあこれ多分言われてると思うんだけど、まあ、ストーリーがねだいぶペラッペラなんで、まあ、ドラクエモンスターズにね、ストーリーを求めないっていうので、まあ、考えていけば、まあ、こんなもんなのかなっていうところ。あとちょっと不便なところが結構多いよね。ロードが長いとかちょっと UI 的なところが、まあ、少しよろしくないのかなっていうところはありますけれども、まあモンスターシリーズ一旦物語が終わったので、まあ、次からはちょっと種族別とかで、まあ、少し制限を加えて、まあ、やっていこうと思います。というところで、ドラゴンクエストモンスターズ3、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。